こんにちは、ほみほみドッグトレーナーゆかです。皆さん、ワンちゃんを抱っこするとわちゃわちゃして暴れるとか、抱っこが嫌いで抱っこしようとすると噛むとかいうことありませんか？ワンちゃんが抱っこで落ち着けないとか怒って噛むというのは、それはワンちゃんに負担をかける抱っこをしているからなんですね。実はワンちゃんの正しい抱っこのやり方、ほぼほぼ皆さん知りません。この動画を見るとワンちゃんに負担をかけない抱っこの仕方が分かり、またワンちゃんに抱っこするたびに怒って噛まれるとか落下とかの事故も防げますので、ぜひ最後まで見てくださいね。ほめほめ。まず NG 抱っこのやり方、良くない抱っこのやり方からお伝えしていきます。 NG 抱っこ3つです。まず1つ目は、ワンちゃんに正面から覆いかぶさるようにいかないということです。これは特に小型犬だと、ワンちゃん正面から来られること、そして覆いかぶさられること、威圧感感じますので、逃げるようになってしまう可能性があります。そして抱っこしようとするたびに逃げ回って大変という風になってしまうケースも多いので、正面から行かない、覆いかぶさるように行かないということが1つ目です。そして2つ目は、ワンちゃんを縦抱っこしないということです。縦抱っこというのは赤ちゃん抱っこですね。よく皆さん赤ちゃんを抱っこする感覚でだと思うんですけども、縦に抱っこしてる方すごく多いです。縦に抱っこすると、実はワンちゃん足腰に負担がかかってるんですね。ワンちゃんは四つ足の動物ですよね。横姿勢です。なので横向き、横姿勢が自然体なんですね。この後実践でお見せしますが、縦抱っこしないというのが2つ目です。そして NG 抱っこ3つ目は、前足、両前足を持ち上げて抱っこしないということです。これも本当に皆さん多いです、やってしまっている方が。これはですね、抱っこ好きなワンちゃん、抱っこ抱っこって来ますよね。そのワンちゃんを飼い主さんは正面から腕を持ち上げて抱っこしてしまうんですね。実はワンちゃんにこれも身体的な負担が大きくかかってます。私たち人間はいろんな方向に腕動くんですけども、ワンちゃんは可動領域狭いです。そして前にも行かないですよね。両前足を前にグッて持ち上げるということは肩痛めちゃいますので、これが日常的に続くと、じわ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 ワンちゃんに身体的な負担をかけているということになりますので、 NG の3つ目は両前足を持ち上げるようにして抱っこしないということです。ほめほめ。では今日はスタッフさんの愛犬のでっちゃんが来てくれていますので、でっちゃんで適切な抱っこのやり方をやってみたいと思います。正しいやり方も3つのポイントがあります。まず1つ目は、ワンちゃんを正面からではなくて横から抱き上げるということです。ワンちゃんをご褒美で誘う、ご褒美についてこさせて、利き手側手に連れてきます。利き手側の横に連れてきます。そして2つ目のポイントは、ご褒美に集中をさせたらワンちゃんを床と水平に抱っこするということです。縦ではなくてこのように床と水平に横向きに抱っこします。そして3つ目は、脇はしっかり締めていただいてワンちゃんのお尻を支えるようにします。こうするとワンちゃんわちゃわちゃ暴れて落っことしたりとかいう危険がないですし、ワンちゃんも落ち着けて負担のない抱き方になります。ほめほめ。ここまでお伝えしてきた正しい抱っこのやり方なんですけども、子犬のお家からやっておかないと、慣れさせておかないと、成犬になってからでは練習するの難しくなってしまう可能性あります。っていうのは、噛むようになっちゃってるとか、もう落ち着けない、わちゃわちゃして大変になっちゃってるとかっていう風になっちゃってからの練習だと大変ですので、そこですごくいい方法があるので最後にお伝えしたいと思います。それは抱っこをトリックにしてしまうということなんですね。トリックというのは犬の芸ですが、苦手なことは合図化してしまうと、その合図の言葉がワンちゃん大好きになりますので、抱っこだったら抱っこというとワンちゃんがぴょんと飼い主さんの腕に飛び込んでくる、
っていう風になるっていうことなんですね。これは私も実際保育園生で抱っこが嫌になっているワンちゃん、噛むようになってしまうワンちゃんにもよく使う方法です。ワンちゃんがピョンって飼い主さんの腕の中に抱っこの合図で飛び込んでくるっていうのは、これはワンちゃんがその人を信頼していないとできない行動ですので、とっても絆が深まることにもつながります。やり方は別の動画で実践動画上げていますので、そちらも概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧になってチャレンジしてみてくださいね。ということで今日はワンちゃんを苦しめない正しい抱っこのやり方についてのお話でした。今回も参考になりましたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。 YouTube をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルではワンちゃんを叱らずに楽しく仲良く暮らす方法や考え方もお伝えしています。興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。